出てるよ、側近にあるから。それではお待たせいたしました。生活の方、小川一郎代表による記者会見を行わさせていただきたいと思います。それでは早速質問に移らせていただきたいと思います。まず挙手の上、社名、お名前を言っていただきまして、質問の方をお願いいたします。ではどうぞ。
岩手県の結果については私正直大変驚いております。平野氏は昨年末まで民主党内閣の国務大臣を務めていました。総選挙で政権が崩壊し自民党政権になりましたが、平野氏は民主党を離党して今度は自民党に、いわゆる入党かどうかは別といたしまして、自民党に申し入れをしたと。それを自民党から、断られたということでございますけれども、このような政治家としての生き方をしている人に岩手県でこのような大きな支持が集まるということは私の政治家として人間としての生き様から考えますと今もって信じられません。もう一点なんですけれども、かねてから代表はこの参院選を一つのステップにして次の衆院選に向けて、新しい受け皿を作りながら次政権交代を目指したいと、その思いに今もお考えになっているんですか？変わりません。日本国の新聞の専門美と申します。よろしくお願いします。小沢代表はこの選挙戦でですね、TPP をはじめとした、安倍政権が進めようとしている新自由主義的な政策を批判して戦ってこられたと思うんですが、今回の選挙結果を受けてですね、農村を含めたです、ね、地方の経済に、どのような影響を懸念されているかということと、その今後の野党間連携によってですね、TPP 反対の考え方で一致するということについて、どの程度重視されていくかという、ここ2点をお願いします。 TPP につきましては、あなたは農業新聞ですから、それに関連してお話ししますと、関税のアメリカの言うような形で引き下げということになりますと、農業は壊滅的な打撃を受けるということは誰もが分かっていることだと思います。ですから、農家の生産者の方々、それを代弁する多分農業新聞だと思いますけれども、そこはご自身で、農業団体農業新聞ご自身で、今のままで本当に農業と農家を守れるのか、そのことを お考えいただくということだろうと思います。私は農林漁業だけの問題ではないと、医療制度にしろ雇用の制度にしろ、アメリカのいわゆる構造協議の継続であって、日本社会にアメリカのルールを押し付けようとするものである。それがそのままになりますと、まさにいろんな分野での農業であれ医療であれ雇用であれ、日本のセーフティーネットの仕組みは崩壊してしまう。したがって今 TPP のに参加すべきではないという主張をしてまいりました。このことはもちろん変わりませんし、いずれ結果が出ることですから、その時にどうまた国民皆さんが判断するか
いうことだろうと思います。NHK の長谷川と申します。代表、これまでですね、野党の再結集に言及されておりますけれども、まあ、今回 その参議院選挙の各党の公約を見比べましても、民主党、生活の党、あるいは社民党、緑の風、雇用問題や、あるいはその、まあ、セーフティーネットの必要性などについて、まあ、内外が似通っている部分もあると思うんですが、今後その野党の再結集を目指す上で、どのような点を重視して、どのような形でのこう結集を模索しているお考えでしょうか。まあ、今まだ選挙の開票が全部終わってもいないので、ね、終わってないうちに次のことをどうこういうのもちょっと先走りすぎていると思いますので、一般論としてはとにかくお互いに基本的な考え方で、一致している政党あるいは個人であれ、力を合わせて、自公政権とその違いを鮮明にして国民皆さんの理解をいただくということだろうと思います。まだ立ってない方はい、開票途中ですが、森友代表代表が今敗戦の弁を述べられたんですけれども、代表ご存知のように新潟選挙区は2議席目を民主党の、議員と森代表代表代表が争う構図だったんですが、知名度においては森さんの方が圧倒的にあったと思うんですが、それでも、民主党の、対民主党という点においても、苦戦を免れなかったこの要因についてどのように代表お考えになっておりますか。知名度では圧倒的に森代表の方が勝っていたと思うんですが、民主党の、まあ、実は全国比例からくら替えしてきた選挙区で初挑戦の議員に苦戦を強いられてしまった要因について代表はどのようにお考えになりますでしょうか。私は新潟選挙区につきましては県民皆さんは必ず森君を支持してくれるだろうというふうに信じておりました。結果的に、届かなかったようでありますけれども、多分森君だけじゃなくて私どもの党全体に言えることだろうとは思いますけれども、我々の考え方が正確にはうまく伝わらなかったということだろうと思います。さっき農業新聞の質問もありましたけれども、 TPP ということにつきましても、ほとんどの国民皆さんはその非常に深刻さをそれほどに受け止めておられないのが現状じゃないでしょうか。ですからそういう意味において、その点もう少し県民皆さんに、伝わり理解してもらえれば間違いなかったとは思いますけれども、まあとにかく、連合をはじめ、いろんな支持団体は大きな支持団体はないという状況の中での戦いですから、その意味では県民皆さんよく森候補を応援してくれたというふうに僕は思っております。はい、インターネットメディア IWJ の平山と申します。どうぞ
よろしくお願いいたします。今回初めてネット選挙解禁ということになりました。かなりの数のですね、街頭演説などもインターネットを通じて直接、有権者の方々に届くというようなこともあったかと思うんですけれども、これまでの従来の選挙戦と違い、ネット選挙が解禁されたことによって、選挙の戦い方に何か変化は生じましたでしょうか。それと、ネットも含めメディア全般の報じ方について、選挙戦の最中どのように、ネットを含めメディアの、報じ方につきましてどのように感じていらっしゃいましたでしょうか。ご所見をお願いいたします。最初はネット選挙の、はい、ネット選挙についてのご所見をお願いします。ネット選挙で、ネットを活用している多くの皆さんに、いろんな形で政党やら個人やらの考えと情報が多く伝わったということは大変いいことだろうと思います。ただ選挙の結果と関連して言えば、情報が伝わったとは思うんだけれども、それがなかなか行動には現れてこないということが現状の日本のネットの状況ではないか、そう思っております。ただ私どもとしては、選挙の票になって現れなかったとしても多くのネットを活用している人たちに、現実の私たちの行動や主張が情報として、入ったと。いうことは間違いないことだと思いますので、今後ネットを活用している皆さんも情報を得て、ご自分で判断して、そして、行動すると、行動につなげませんと結局今度の参議院の得票はどうか分かりませんが、得票数が増えなくても議席だけが一方に偏っちゃうというような現象が今回も似たようなもんだと思いますけども起きちゃいますので、やはり、情報を得たらそれについてご自分で判断したら行動するという形になれば、ネットを解禁して、選挙に活用した意義が出てくるのではないかと思いますので、その点は希望としてはそう思っております。ありがとうございました。はい、どうぞ。時事通信の江藤と申します。選挙全体のこういった厳しい選挙戦になった原因についてお伺いしたいんですが、先ほど我々の考え方が正確にうまく伝わらなかったというふうにおっしゃったんですけれども、なぜ伝わらなかったのか、その要因をどこにどういうふうに考えていらっしゃるかというのと、もしそれ以外にも要因となるものがあるとお考えだったら教えてください。一つは皆さんがあまり報道していただけなかったということですね。それからもう一つは、やはり、民主党政権の失敗、もちろん私も責任逃れをするつもりはありませんけれども、それが一番大きかったんじゃないでしょうかね。はい、それではこれで質問内容ですけれども、よろしいですか。はい、ありがとう。Thank you.